コスメコスメ。何？コスメ収納のもの全部紹介して。全部？こんにちは、ママです。今日ですね、ドレッサー紹介をします。やった。ちょっとね。あれ？あ、電源入ってなかった。さすが、モモンちゃん。はい。ではちょっと。何が？はいですよ。どっちがいいかな。白白。だよね。うん。では。NG もありました。始めましょう。はい、はい、まずはこちらです。じゃあ開けるよ。すごい。まずここはパウダーコーナーですね。これはパウダーっていうよりは下地です。ん、下地だね。ちょっとね、パウダーと下地って感じですね。ここはキャンメイクゾーンが多いんですよ。で、次もパウダーコーナーとアイシャドウです。これママからお下がりでもらいました。すっぴんぽパウダーコーナーです。ここはほとんど。では次いきます。ここはですね、ハイル、いろいろとあるんだけど、ハイライト、パウダー、下地、クッションファンデ、なんだろうこれ、これ何なんだろう。クッションファンデではない、ファンデーション。ああ、まあクリームっぽい、ね、そう、日焼け止め効果が入ってますね。でこれさ、なんかさ、わかいいや、なになになに、気になるし、うわー、なんかすごい、え、何、気になる、気になる、ちょっと言うね。なんだよ。え、なんかさ、イニスフリーってさ、うん、前髪につけるものなの。違うけど、そういう使い方もあるよってからさ、なんか、でもおでこだけに使うんだって。前髪ぺちゃんこになる人が、ぺちゃんこ。はい、はい、では次の、な、何段目だ。 1,2,3,4,4段目いきます。すごい、ママへ持ってない、取らないってこちらです。これはママのお下がり。これママのお下がり。だいたいそうだよ、だいたいママだよ。これはね、ギュテさんと同じ。あ、そう、ギュテさんのやつで当たったやつですね。当たってない。あ、当たってない、買ったの。ギュテさんので買ったやつです。これはいただき物です。ちょっと真っ暗な、ももちゃんの顔逆光って出てる。しかも後ろにさ、あれがあるから映せないんだよね。え、ちょっともう、え、ここはアイシャドウコーナーだね、うん、で、これもアイシャドウなの。あ、あれじゃん、キャン、マジキャンメイクって、キューガルさんの付録ですね。あ、ライトちょっとこっち持ってくる。皆さんすいません、見づらかったかな。では次いきます。5段目いきます。テレビ局みたい、ライト手持ち見てこちら、え、ここやばくない。あ、こうやって撮ればよかった、さっきも。ここ見て、うわ、アイライナーの、アイライナー、え、アイライナー、涙袋、キラキラとアイシャドウとリップが入ってる。よく収納できたんだ。このアイシャドウはね、ちょっとね、収納に入んなかったからここに入れました。次、うわ、ここ私の一番好きなゾーンだよ。ちょっと待って、じゃじゃーん、リップコーナーですね。すごい、私が一番あの使ってるやつこれだよ。これピンクだから、お気に入り。え、なんか奥にある、もしかして、うん、奥にアイシャドウみたいな。わー、すごい、100均の。これ100均で、これね、100均のを2個買ったんだっけ。2個買って、合わせた。外せるんだよ。旅行とかに持ち運びできる。あんまりレーダー、旅行には持ってかないけど、ちょっと待ってね。すごいね、この部屋。これが私の生きがいなんで。ここも私のお気に入りゾーン。なんだと思う、これ。アイシャドウです。すごい。ロマンドとキャリング。ね、こっちよく使う。これならおどこに使うんだよね。ずれるよ、鼻が。え、おでこって言ってた。どっち？あ、これはね、ユアのお下がり。ああ、そうだね。え、なんて言うんだっけ、これ。スパチュラ、あ、でなくて。え、バター塗るやつ。スパチュラで。バターナイフで。違う。うわ、ここチークゾーン、チークですね。ママに持ってるやん。チークはね、私好きなのよ。これは、ババからもらった。あ、そうだね。ババに買ってもらったやつ。ここ。うわ、え、ここも私お気に入りなんだけど。あ、見て、ここ全部キャンメイク。でも100均とデイジークも入ってる。そうです、ね。入っちゃう。入っちゃう。これはママからのお下がりでございます。お下がりっていうかね。プレゼントでもらって。プレゼントでもらって、私が欲しいって言って、これをした。ここはね、大好きぞ。すごい。はい。なんか、揺れてない？下行きます。うわ、ちょっと待って。さすがに、YouTube 視聴者さんの気持ちわかるわ。いや、ありすぎじゃないって。わかるわ、うん。そうなんだけどね。うん、まあ、コレクターですよね。そう、私だって、私の仕事これだから。あ、そうか。しかもね、何か人と違うことを極める。っていうのが夢だ。
ここはロムアン、あ、見てこれ、キューガルのブロックですね。アナップガールさんの給食パレット。え、私的にはブロックの中で一番これが嬉しい。あ、メーク品だもんね。そう、次、え、待って、ここかな。ここはちょっと少ないから見せてあげる。これね、水色はね、夏限定だっけ。昨日ゲットしました。これはアイプチですね。見て、可愛くない？これ超開封したやつ。ここから後編に続くから、次回気になる人見てね。見ないと見ないと怒っちゃうよ。勝手に怒れや。